ベテランの中島、前半戦 MVP 級活躍のウィーラーの存在も、ポイントに、あと一本が出なかった。巨人は20日、本拠地で DNA と戦い、1、6で敗れた。2回に、ベテランの中島博之内野手が、中前的地打を放ち、幸先よく選手点を奪ったが、その1点のみだった。つながりを変えてしまったが、ここに新たに、日本ハムからトレードで移籍した。 中田翔内野手が加わることになる。早ければ21日の DeNA 戦、東京ドームから出場選手登録される見込み。3連覇を目指すチームで起用法はどうなるのか。期待されているものは何だろうか。20日の試合では5番、1塁に中島、7番に左翼、ウィーラーと打順を入れ替えて臨んだ。中島は敵地打を含むに安打の活躍も。 ウィーラーは2回の追加点のチャンスで、遊撃兵殺打に倒れるなど、3打数無安打、打率3割超えで前半戦の MVP といっても、過言ではない助っ人に元気がない。好調の3番、丸加工外野手、30本塁打目前の4番の岡本和馬、内野手の次を打つ5番、6番の存在が、今の打線では、重要になってくる。主軸の後に来る打者が強力であればあるほど、3、 4番へ、勝負せざるを得なくなり、マークも分散される。中島は、起用に応える活躍を、最近、見せている。だが39歳の年齢を考えると、毎日のように出続けることよりも、コンディションを整えながら、スタメンでも、代打でも持ち味を発揮してもらいたいところ。元木ヘッドコーチも、中島は、打ってくれた。ウィーラーもなんとかしようと打席には、立ってくれているし、 みんながみんな調子がいいわけではないからねと選手を思いやった。攻撃に守備に全力プレイのウィーラーを見ていれば頭が下がる思いが。この日も公主交代時に一塁川ベンチから誰よりも早く飛び出し左翼のポジションに走って向かう姿は印象に残った。気になる出場選手登録はスタメンはある中島もウィーラーも休息を与えながらの起用が今後の鍵となりそうだ。 そこに、中田が加わることで、層に、厚みが増す。ポジションはこの日の試合前練習で守備をしていた一塁での、気温が濃厚だ。元木ヘッドは、登録はするでしょうね。スタメンなのか試合なのかはわからないですけどと話すに、止めたが、背番号10のお披露目も近い。打撃練習でもスタンドに何度も、打球を放り込んだ。痛めていた腰の状態について、元木ヘッドも気になっていたようで、 直接、本人に聞いたところ、悪くないです、と本人は言っていたという。バッティングについても、いい感じで振っていた。心配はしていないですと持ち味である力強い打撃が、見られるのも、時間の問題と感じている。まる、岡本の後ろに、中田が控える打線を想像すると恐ろしいが、中島やウィーラーが、ベンチにいることも相手投手陣には恐怖だろう。 も木ヘッドは中田に期待する部分として、向かっていく、闘争心。ボールを怖がらないし、向かっていく姿勢は見習っていくところはたくさんあるんじゃ、ないかなと期待感を寄せた。今後は新外国人選手のハイネマンガイア手も、合流予定とあり、ポジション争いは激化していく。戦力を整え、実りの秋に向かっていく。フリーアナウンサーの徳光和夫さんが21日。 パーソナリティを務める日本放送、徳光和夫と曇森。火曜サタデー、土曜午前5時に生出演した。徳光さんは巨人が20日に日本ハム、中田翔内野氏を無償トレードで獲得したことを話題にした。4日にチームメイトへの暴行問題を起こし、日本ハムから出場停止処分を受けていた手法を救済した形に、個人的には 中田選手にとって良かったんではないかなと思いますと明かした。その上で、中田について、もともと兄貴肌を気取るタイプであるに加えまして、今シーズンは、絶不調で、気持ちも少なからず、つさんだところがあったんじゃないかと思います。周りの人たちは腫れ物に触るような態度であったことは、想像に固くないところでして、結果として、日本ハムの中で浮いた存在になっていたんでは、 ないかなと思うんですいざ不祥事を起こした時に、球団ではかばってくれることはしないと思う。遺跡は必然だったんではないかと思うなどと指摘した。続けて、ただ、球界の真摯であるっていうことを求めているジャイアンツが、中田選手の獲得に動いたことは、正直、驚きました。取らないと思っていた。ですが、この獲得はあえて言いますが、英断だと思いますと評価した。その上で、 中田選手は兄貴風を吹かせるということですよね。ということは、孤独と寂しさのなせる顔で人前で突っ張って見せるのは、己の臆病を隠すためだと思うんです。このタイプの実力のある選手は孤立させては、宝の持ち腐れになってしまう。お前のことを頼りにしてるぞっていうことを意気に感じて、頑張るタイプですから、誰かが一緒にやろうぜと手を差し伸べることが必要で、 意見するときは、毅然とした態度で臨む必要がある。そういう意味で原監督は、情熱と冷静さを兼ね備える、指揮官。彼のもとで、新規一点を図るのは中田とってこの上ない展開。原さんははっきり言いますよと指摘した。さらにキャプテンが一切上の坂本隼人であることが、大きいことを指摘し、中田の気持ちが理解できるキャプテンとし、 ジャイアンツにとりましては外国人スケットを取るようなそれ以上の活躍を中田はするんじゃないかなと思います。中田自身も巨人だからといって妙に紳士的にならず自由に思い切ったプレー、悔いのない一振りを見せてほしいと思いますと願っていた。